はい、こんにちは。まずはこちらの英文をご覧ください。兵庫医科大学の和訳問題の一部を抜粋したものです。こちらの英文に対してこの日本語どうでしょう。愛する家族に囲まれているにもかかわらず孤独で寂しい気持ちになる。実はこの日本語ですね、一箇所間違えている部分があります。それはどこかというと、愛する、ここが間違えています。英語で言うと loving、 ここの部分ですね。ではどう間違えているのか。この loving っていうのは動詞の love を in 部形にして形容詞の働きをさせて、この後ろにある名詞である family を説明している、こういった形ですよね。こういうふうに動詞を in 部形にして形容詞の働きをさせているとき、強く意識をしておいてほしいことがあります。それはこの名詞が S になり、因果形が V になる、こういった SV 関係が潜むことになるんです。このことを踏まえてこの日本語をもう一回見てください。愛する家族、こういうふうに訳してしまうと、孤独で寂しい気持ちになる人が家族を愛するということになってしまいますよね。でもそうじゃないんですよ。そうではなくて、この英語が言っているのはあくまで家族が愛するという行為をするんです。以上のことを踏まえてこんな風に訳すのが正解例となります。愛してくれている家族だとか、あるいは愛情あふれる家族だとか、この授業内容が試験本番皆さんの力になれば嬉しいです。ありがとうございました。